仮面ライダー生誕50周年記念おめでとうございます。仮面ライダーディケード角谷司役の井上雅宏です。僕は平成仮面ライダー10周年記念作品の仮面ライダーディケードという役をやらせていただきました。僕もアニバーサリーの仮面ライダーだったんですけれども、今年はこの生誕50周年、もう1世紀の半分が仮面ライダーずっとあり続けているということで、ものすごいことなんじゃないかなというふうに思います。僕がやった仮面ライダーディケードでも10周年分の作品の重み、平成仮面ライダーの重みというのを感じながら演じさせていただきましたが、この50周年記念っていうのは本当にすごいことなんじゃないかなと思います。僕が最近スピンオフでまた仮面ライダーディケードとして復活して、新しいフォームネオコンプリートディケード21というものが出ました。それは僕の、まあ、平成仮面ライダーが、まあ、21周年ということで、まあ、1周年という別に記念でも何でもないんですけど、21年分の力を得た仮面ライダーの最終形態の、まあ、姿であり、まあ、もちろん通過点な姿だと思うんですけれども、この仮面ライダーがずっとずっとこう続いていくと、まあ、僕の一途の不安としては、このネオコンプリートディケード21が更新されて、ネオコンプリートディケード30とかネオコンプリートディケード40とか、仮面ライダーの歴史がずっとずっと続いていくのは僕はすごくいいことだと思うし、もうこの先日本ではもうこの仮面ライダーというものが永遠に、まああってほしいと、そう願うばかりなんですけれども、僕の最終形態がそのためにもし更新されるようなことがあるのであれば、果たしてどんなフォームになってしまうのか不安で仕方ありません。しかしですね、このまあ仮面ライダー、僕が一番最初にやった2009年の放送当初の頃は、この仮面ライダーになれるということがとても光栄なことでしたし、まあ、今でもそう思ってますけれども、まあ非常に俳優としてもやりがいのある仕事でした。また最近、まあ、当時2、3歳ぐらいだった子が、まあ、最近はもう20歳を超えたりとかしてきてるんですけれども、またこのインターネットの普及でまたね、この3、4歳の方、まあ、方っていうかその子供たちが見てくれて、またその仮面ライダーディケード、まあ、僕の仮面ライダーを知ってくださったり、またその藤岡弘さんの仮面ライダー1号を知ってくださったりとかして、こう育っていく、どの仮面ライダー好き、あの仮面ライダーが好きってこう、たくさんたくさんこう、50年分のこの選べるというね、子供たちもね、すごいなとも最近思いました。もう小さい頃にね、司だって声かけられて、見てるのっていう風に僕も、なる、本当に不思議な気持ちになりますね。こんなドラマは今までない、こんな作品が仮面ライダーの良さなんじゃないかなと僕は思っております。小さい頃の夢見たら、今はね、まあ、YouTuber っていう人が多いかもしれないんですけれども、少なからず仮面ライダーになりたいって子たちもいて、そんな子供たちに夢を与えるヒーロー、まあ、僕はそんなに夢を与えてないというか、まあ、悪影響しかないかもしれないんですけれども、まあ、いや、それを置いといて、まあ、子供たちの目標になるような、そんな、仮面ライダー、夢であるような仮面ライダーをこう演じさせていただいて、とても今でも光栄に思っております。この先もこの仮面ライダーシリーズ続いていく中で、たくさんの子供たちに夢を与えてほしいなと思いますし、ここから先の仮面ライダー、古き良きは残しながらも、どん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 新しいことにチャレンジしていってほしいですし、僕もそのこの昭和から平成で変化したように、平成から令和になって、さらにその先にこう時代とともにどう仮面ライダーが変化していくかっていうのも、僕はファンの一人として応援していきたいなと、見ていきたいなというふうに思いますので、皆さんも今後も仮面ライダープロジェクト、またこの仮面ライダー全体として応援していただければ嬉しいなと思います。ということで、仮面ライダー50周年本当におめでとうございました。角谷司でした。バイバイ。この動画の未公開映像はメンバーシップ銀会にて公開。金会員では月1で限定生放送もやってるので、よかったらぜひ入ってみてください。また別動画もよかったら見てね。チャンネル登録を忘れなく。次の動画でまた会いましょう。